ということで今回もやっていきたいと思います。さあってことで今回は離島に行って残りあと9種類寄贈したら博物館が作れるようになるけん、じゃあ9種類集めていきたいと思います。さあ到着しました。今回のターゲットはこの島です。あ、前回と違う島や。私はここで待機していますから、お帰りの際や道具が必要な場合にはいつでも声をかけてくださいね。グッドラック。めっちゃ竹生えとるやん、なんか。ね、超竹生えとる。お？これはサッチやっけ？どうも。ヤッホー、はじめまして、あたいサッチ。あんたも別の島から遊びに来たの？ふんふん。アイナ島のアイナちゃんって言うんだ。結構遠くから来たんだね。短い間だけどよろしく。お互いこの島を思う存分満喫しちゃおうね、にゃん。サッチはどうしよっかな。とりあえずいいかな。とりあえずいいかな。やっぱあれかな。一つの島に、一人までなんかな。おる、住人というのは。ちょ、待って。とりあえずなんか化石がいっぱい取れそうやけん。お？違う。タケノコや。なるほど。竹がいっぱい生えとって、竹の子が取って帰れるってこと？あ、で、自分の島でも竹を育てれるってことか。ほら。あ、じゃあ、空いとる穴は全部竹の子もしかして。なるほど、すげえ。すげえ、いいね、いいね。でも、ここはなんか新しい生物とかはあんま期待できなさそうかな。あ、でも、魚とかやったら違うか。さあ来いよ。速攻で食いついた。お、イカ？ん？これはイカを釣り上げた。イカよろしく。イカよろしく。あれやん、スプラトゥーンやん。これも取って帰れるんやない？ほらほら。やったね、ヤシの実ゲット。そしてとりあえず1種類新しい生物ゲットしたやろ。あ、今来そうやったもしかして。おいで。おい、こいこいこい。よっしゃ、来た。お、カレー？ん、これは。カレーを釣り上げた。見た？華麗な竿さばき。さあ、そしてこれで2種類やろ。あっこにもなんかおるな。はっ。ヤシの木にはなんか出てこんのかな？クワガタとか。全然届かんね。だいぶ遠いね、あれ。お！来い来い来い。よっしゃ。来た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 。お、クリオネやん。ん？これは。クリオネを釣り上げた。ちょっと天使な気分。さあ、これで3種類。あ、これいけたんじゃない？ほら。入ったー。うわ、でっか。びっくりした。ん、これは、カレーを釣り上げたって、ん？これってよく見たらヒラメ？ヒラメなの？カレーとヒラメ全然でかさが違う。あ、すごい釣り竿が壊れちゃった。随分使ったからな。ことで4種類ゲットして、4種類か。まだまだゲットしたいんだけども、おあれは何蝶？ちょっと待って。網網網。よし。これで5種類目。取れん。よし、来たー。でかいな。ん？これは、大ゴマダラを捕まえた。ふわりふわりと優雅だな。5種類。あと4種類やんね。どうや、ヒラメか？またヒラメか？ちょ、待って。さあ、来い。来い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 。はい、来たー。さあ、これは。お？ん？これは。鈴木を釣り上げた。鈴木じゃなくて鈴木なのね。これはどうだ。自分の島でも釣れてないやつとか釣れるんやないかな。お？ん？これは。アジを釣り上げた。さて、アジはいかほどか。あと2種類や、あと2種類。ちょっと自分の島に帰って、
自分の島に帰って、多分化石の方で行けるかな。ってことで掘り起こします。よっ。まあ、まだまだ多分化石とか被りも、そんなないんじゃないかなと思うけん。あ、これで。イェーイ。さあ、これで多分、博物館が出来上がるはず。ってことで、これからまた、風太くんの解説ショーが始まるわけですね。はい、起動しに来ました。あ、てか、まず化石の鑑定を2つしてほしい。この2つの化石を、多分まだ被っていないはず。お願いします。おわ、1つじゃないんですね。どれどれ。はあ、しかもどれもまだコレクションない貴重な化石ばかり。お、よかった。いやー、恐れ入りました。あなたは化石発掘の天才ですね。それにしても羨ましい。博物館のオープンを実現するため、ぜひ寄贈をお願いしたいものです。とにかくこちらをひとまずお返ししますが、寄贈のこと、ぜひ前向きにご検討を。やっぱ博物館作るとしたら、ここのすぐ隣、右側に作りたいよね。はい、寄贈します。全部いっぺんに渡すことはできんかったよね、確か。ですよね。まあでも化石は、あ、まあね、部分部分で全体の解説をしてくれるけん、一個見つかったらその解説は一回だけ聞けばいいけど、アキラは聞いたことなかったよね。はい、お願いします。化石の解説はなんかすごい、従る感じよね。アーキロンはですね、現在発見されているウミガメの中で最大のものになります。アーキロンってウミガメなんや。そういうことすらもここで初めて知る。主食は海藻やイカ、タコ、時代からしてアンモナイトなども食べていたのかもしれません。全長は4メートルですから、甲羅の大きさはちょっとした車くらいだったのではないでしょうか。上すげえ。あの大きな背中に乗って一緒に泳いだら、さぞかし気持ちいいでしょうね。水に濡れるのはいいですが、まあ、鳥は水に濡れたら、ねえ、なんか、飛べんなるよね。といった感じでございます。あ、でも油が落ちんかったら大丈夫なんやっけ。ではこちら、寄贈品として大切にお預かりいたします。残りのパーツも見つかって、完成した姿で展示できるといいですね。ありがとうございました。で、もう一個の化石は？あるよ、あるよ。まあ、でもあれか、こうやって解説ができた分、だいぶ、時間がかかるようにはなったよね。それはあるよね。まあ、聞きたいけど。ミロクンミンギア？何それ、今までそんなんあったっけ。ミロクンミンギアめっちゃ言いにくいやん。はい、聞きたいです。そうですか、そうですか。お任せください。それでは、5本。ミロクンミンギアですね。恐竜よりもずっと昔に活躍していた最古の魚類と言われています。魚なんや。大きさは3センチほどで、パッと見よくわからないんですが、一応エラとヒレがあります。3センチ？多分それ手に持っとるやつ3センチ以上あるよ。何分謎の多い時代ですので、そのうちもっと古い存在が出てくるかもしれませんけどね。と、まあ、こんな感じでございますです。はい。ではこちらをお預かりしておいて、博物館完成した暁にはいい感じに展示させていただきますね。てか、絵画とかはないんかな？今回常吉は出てこないの？はい、あります。まだまだあります。から存分に。はい。ほ、これはこれは、イカですね。よろしければイカについてちょっと解説いたしましょうか。聞かせて。喜んで。イカはですね、そもそもはタコと同じで貝の仲間だったそうですよ。え、イカタコって貝の仲間の？ふにゃふにゃのイカの胴体の真ん中に通っている薄い骨のようなのが貝殻の名残と言われています。めっちゃ少ないやん。確かにイカの身の弾力は貝と近いものがあるような。ああ、まあ中身そういう感じかな。美味しい出汁が出るのも一緒ですね。と、まあ、こんな感じでございますです。はい。なんか、食材としてのレポを聞いたような気がする。イカの生態系というよりは。はい、いっぱい持ってきてます。今回、魚系、多分虫はおらんよね。あ、おったわ。大ゴマダラ。これだけちょっと風太くんがビビるやつ。大ゴマダラ。でも、でかい蝶とか嫌やな。蝶々もね、よく見たら顔とかちょっと気持ち悪いしな。解説して。聞きます、聞きます。大ゴマダラは白黒マダラ模様の羽を持ち、ふわりふわりと優雅な飛び方をする、比較的大型の蝶です。幼虫は白と黒の縞模様に赤い斑点。頭部と尾部に黒い角と毒々さ満点ですが、
さなぎになると金色に変わります。何それすごい神々しそう。いくら金色になったところで、さなぎはさなぎですよ。はぁ、気持ち悪い。まあそれはさておき、たとえ苦手なものであっても責任を持って大切にお預かりしますよ。まあさなぎでも、要は虫が全般的に嫌いなんよね。私もそうやけども。でも残りは全部魚だから大丈夫。ってことで、はい、カレー。どうぞ。すべてにおいて解説を聞いていくやつ。今日は風太くん活躍の回やね。風太くんが生き生きと話す回やね。彼はですね、よくヒラメと比べられる平べったい魚、平べったい体の魚です。ヒラメとの一番の違いは、実は口です。彼の歯は細かくておちょぼ口ですが、ヒラメにはギザギザの鋭い歯があるんです。歯があるの？左ヒラメの右カレーなどと言われ、目の位置で見分けることもできるんですが、地域によって個体差が激しく、正確に見分けるのは難しいんですよね。カレーはおちょぼ口と覚えてください。とりあえず、あれよね。この集まりの中ではすごい見分けやすい感じにしてくれとるってことよね。カレーの方が、圧倒的にでかかったやん、なんか。え、確かカレーの方やったよね。え、違った？ヒラメの方かな？覚えてない。覚えてない。はい、クリオネ。かわいい、かわいいクリオネ。これは飾るのもかわいいよね。ほほ、これはどこからどう見てもクリオネですね。クリオネはなんか凶暴って聞くけどね。なんか、天使みたいに言われるけど。クリオネはですね、正式名称をクリオネリマキナと言います。その意味は、ナメクジっぽい海の天使。え？確かにナメクジも同じ巻貝の仲間ではあるのですが、巻貝の仲間？ま、要はカタツムリ的な？クリオネもそうなん。ほのかにギャグの香りを感じてしまうのは私だけでしょうか？なんで？よくわからない。ギャグの香り？どの辺がどうギャグやったんかが全くわからんねえけど、私には。はい、他にもいます。あとは、はい、ヒラメ。どうぞ。どの大きさでもこのサイズにされるんやね、袋。はい、解説してくださいまし。ヒラメはですね、生まれた時は他の魚と同じような、ふっくらした姿をしているのですが、成長とともに平たく大きくなり、なんと最大1メートルにまでなります。普段は砂の中に潜って暮らしているので、いきなり現れたら驚いちゃいますね。海の魚の中では1、2を争う変身上手と言えるでしょう。と、まあ、こんな感じでございますです。はい。ではこちらをお預かりしておいて、博物館完成した暁には、いい感じに展示させていただきますね。さあ、あと、2匹？めっちゃ嬉しそうやね。てか、ふうこちゃんとは一緒には来んかったんよね、この村。この村、この島に。はい、鈴木。てか、あれか、釣り上げた時の反応とか、今までの飛び盛りとかと変わったんか。追い盛りと飛び盛りは同じよったような気がしたけど、違うかな。鈴木はですね、成長とともに名前が変わっていく、いわゆる出世魚です。鈴木と呼ばれるのは大人だけでして、子供の時の名前は地域によって違うんです。年齢に応じた呼び方って、人によってはデリケートな問題だと思うんですが、まだ鈴木と呼ばれたくないとか、早く鈴木になりたいとか、やっぱりあるのでしょうか。さあ、それは何？江戸時代とかにある幼名みたいな感じ？早くなんとかと呼ばれたい。あるんかな、まあ、そういうことがないけんよくわからんけど。あ、でも親からの呼ばれ方とかそういうこと？まあ、やっぱり昔ってね、親が呼び寄る通りの、なんか自分のことちゃん付けで呼んだりとか、そういうのってあった気がするけど、今あたしやもんね。さあ、これで最後の解説。アジ。アジはですね、とっても味が良いので、この名前になったそうです。そのまんま？あ、ダジャレじゃないですよ。この名前を付けた人はきっとものすごく感動したんでしょうね。まあ、美味しいものは他にもあるので、ものすごく後悔したかもしれませんが。私はサバ。サバが好き。さあ、これでもう、博物館完成するんじゃない？まあ、完成は次回かもしれんけど。ん？ということは、やったー！やりました！手続きに必要な展示品が揃いました。これだけあれば博物館の建設を申請することができます。はぁ、こうなったら大急ぎで博物館を開く準備を始めなくては。
アイナさん、どうもありがとうございました。ねえねえ、これで博物館ができるの？博物館は場所は私決めないんすか？アイナさん、どうもどうも。何か僕に相談だろも？何でも気軽に聞いてちょうだい。情けやんねん。それならよかったらも、また何かあったらいつでも相談に来てね。まあ、じゃあこれで、あれか、もともと隣に立つ予定なんかな。まあ、さすがに風太くんのテントと離れた場所に立つことはないか。ってことはまあ、自然に隣に立つんやろうと思っておく。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さん、たぬきしたらも、ただいま2020年3月23日、月曜日の午後2時48分なんだもん。さて、本日のニュースは、なんと、この度、アイラ島に博物館を建てる局がおりました。ということで本日は、ふうたさんのテントがあった場所で、博物館の建設工事が行われているだなも。ふうたくんのテント自体がなくなるんや。なるほどね。で、そこに代わりに博物館ができる。今日一日は対応ができずご不便をおかけしますが、明日には立派な博物館が完成しますのでお楽しみに。じゃあ風太くんはどこに寄るのその間。って、風太さんから伝言を預かったから、この場を借りて皆さんにお伝えしておくだろも。そして、うちのスタッフである豆吉とつぶ吉のお店が本日ついにオープンしただろも。小さいお店ながらも、雑貨から家具まで暮らしに役立つ商品を日替わりで取り揃えてるだろも。営業は朝の8時から夜10時までだけど、営業時間外でも不要品を買い取る便利な買い取りボックスがご利用いただけるだもん。それからもう一つ。あ、じゃああれや。お金自体は手に入るってことなんやね。商店がオープンした記念に、たぬきショッピングもアップデートして、新たにカタログサービスを始めてたらもん。あ、今まで買ったことがあるやつをってこと？カタログサービスはお客様個人個人が所有、購入されたアイテムの履歴データをご覧いただけるようにしたものなんだもん。市販のアイテムならカタログから直接オーダーすることもできるから、ぜひ活用してちょうだいね。じゃああれか、DIY のやつは無理ってことなんか。というわけで、皆さんどうぞ、たぬき商店をごひいきに。ちなみに今回みたいに施設に関係する重要な発展があった時は、記念のセレモニーを行うことにしたらも。あ、なるほどね。今まで飛び盛りでもあったようなやつや。なるべく多くの人に参加してもらいたいから、時間と興味がある人は案内所まで参加の申し込みに来てちょうだいね。参加の申し込みがいるん、いちいち。ん？ありゃ、よりによって放送中に。ちょっと失礼するだろも。誰から連絡？もしもし、たぬき開発のたぬ。移住プラン？どうもどうも。はいはい、もちろんだろも。お、これは、お金になるってかな、感じかな。めっちゃなんか生き生きしだした。本日の島内放送はこれでおしまいだろも。今のも放送に入ったんじゃないの？あ、どうもお待たせしただなも。今から詳しく説明を。ほら、何かしらカモが。めっちゃ風強いな。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。なんか風強い日多くない？なんなん？ウリちゃん、アイナ島の皆様、毎週日曜日の午前に皆様の島へ株を売りに行きます。よろしくね。ウリよりご挨拶。プレゼントとかはないんすか？あ、なんかつぼみになっとる。あ、ちゃんとこういう段階がきっちりきっちり見えるのいいね。あ、ちなみに私動画外で、貝殻とかを集めてめっちゃ売りさばきよってんやけど、その時に、こういう砂のところでさ、ジョニーの機械のやつみたいな感じで、ピュって砂が鳴りよったけん、スコップで掘ったらさ、なんかもしかして丸段階があるんかと思って。あ、これ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 。で、なんか、その場所を掘ったらさ、こ、じゃーん。アサリを掘り出した。アサリ取れたな。ってことで、アサリが取れたんやけど、このアサリを取った時に、なんか新しくね、DIY を思いついて、これ、魚の巻き餌。なんかね、アサリを餌にして釣りができるっぽい。なんかすごいね。それしたら何なんやろ？釣りやすくなるとか？釣れる魚が変わるとかあるんかな？なんかよくわからんけど。とりあえずそれを思いついた。はい、何でしょう？ちょっと待って。ハンナちゃん、ちょっと待って。
はいはいはい。ちょうどよかった。あんたに話しておきたいことがあったんだよ。あのさ、ゆな、リアクションって知ってるかい？嬉しい時とかにこんな感じで、体を使った気持ちを表現することさ。あ、そういえば師匠ってどうなったんやろ？おらんのかな？どうだい？言葉がなくてもなんとなく気持ちが伝わるだろ？リアクションしたい時は、ZR。うんうん。をして、それから好きなのを選ぶんだ。ちゃんと覚えておきな。そうだ。いきなりリアクションがあれば、アイナに教えてやりなって、島のみんなに言っておくよ。だってね。まあ、島のみんなって言っても、くるぶししかおらんけど。リアクションができるようになった。仕草で気持ちを伝えよう。そう、これないんかなって思いよったよね、ちょっと。え、今のところはそれだけ？あ、もうこういう感じや。パチパチ。あ、いやー。え、あと4つしか増えんのかな、これ。かわいい。これやー。え、これよね。これよね。これか。あの、不用品買取ボックス。たぬき商店。なんかちょっと、いい感じやね。思ったよりボロくなかった。で、なんか、案内所での申し込みが必要なんやっけ？セレモニー。もう終わった？まだ話してるの？はいはい。お任せください。家具付きの立派な一軒家の移住プランをご用意しましたらも。なに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 それ？誰か引っ越してくるってこと？あ、え、こないだ勧誘した子？かなんか、ゴルフのやつ置いてあるんやけど、あ、これクッション置いてなかったっけ？二匹とも、店の方に行ったけんってことかな。はい。あ、いえ、お引越しの日程を後日改めて調整させていただければと。いえいえ、何の問題もないんですが、少々契約の準備が必要でして。多分あの子やろ。なんか、たぬきちさんって方に連絡すればいいんですねって言ったし。はい。ではまたこちらから連絡させてもらいましたらも。おっと、アイナさん、お待たせしてたらも。今の電話の内容聞こえてたの？いや、そりゃそうやろ、目の前におるんやけど。実は、アユナ島への移住者募集の広告をずっと出してたんだけどね。なんとなんと、ここに来て急に移住希望者がいっぺんに3人も現れたんだらも。え？ 3 人？私1人しか勧誘してないよ。よかったね。そうなんだもん。ありがったらも。ただね、ちょっと困ったことがあって、今回申し込みがあったお客さんたち、みんなテント生活はちょっとって嫌がるもんだから、ついその場の勢いで、家具付き一軒家の移住プランもあります、なんて言っちゃったんだらも。みんな最初、テントからやったのに、ねえ。建築自体はどうにかなるとしても、土地の確保や家具の準備まで、一気に3軒分一人で進めるのはさすがに、あ、手伝えって。何？あの、アユナさん。この場に居合わせたのも何かの縁ってことで、3軒分のお家を建てる準備を手伝ってもらえないかな。もちろんお手伝いしてもらうからには、お礼はきっちりさせてもらうだろも。いや、まあ、うん、しょうがないな。ありがったらも、このご恩は一生忘れないんだもん。それじゃあ実際にお願いしたいことを改めて説明させてもらうから、また時間がある時に僕に何をすればいいか聞いてちょうだいね。ふんふん。今日何かしらあるかな。おー、鉄鉱石やん。もらってこう。でさ、セレモニーはどうなるの？何か僕に相談だろも？何でも気軽に聞いてちょうだい。セレモニーに参加したい。お、アイナさん。セレモニーへの参加をご希望なんだも？今ならたぬき商店の会見をお祝いするセレモニーを行えるけど、どうだろも？参加してくれるかな？参加します、もちろん。はいはい。じゃあ、早速始めるから会場にご案内します。会場って目の前やないに違うん。お、みんな来たね。それでは、ただいまより、たぬき商店の完成セレモニーを取り行います。あ、服から前掛けに変わっとる。ありがったらも。本当に何もない無人島だったアイナ島だけど、皆さんのおかげで、だんだん盛り上がりつつあるだらも。ではここで、完成したたぬき商店を代表して、ももきちとつぶきちの二人に挨拶をしてもらうだらも。それじゃ、まめきち、つぶきち、一言ずつお願いするだろも。アイナ島の皆様、皆様のご協力のおかげで、こんなに立派なお店を構えることができました。アイナもまめきち二人で、力を合わせて切り盛りしていきますので、たぬき商店をよろしくお願いします。早速見に行きたい。はいはい、どうもありがとうね。次に、たぬき商店の建設に多大な貢献をしてくれたアイナさんに、島民を代表して一言いただきたいだろも。それではアイナさん、一言お願いするだろも。あっぱれ。あ、いいね。でもそれリアクションだからなかった気がするけど。うんうん、本当にその通りだろも。アイナさん、どうもありがとうだも。
では皆さん、最後にあれの準備をお願いするだろうも。あと、記念写真を撮りたい人はシャッターチャンスに。なるほど。ボタンを押すのを忘れなく。たぬき商店完成のお祝いと、僕らのアイラ島のますますの発展を願いまして。よー。撮影しました。あ、いいね、いいね。ありがとうございました。これにて今回のセレモニーは閉会となります。皆さん気をつけてお帰りください。しずえさんはいつ来るんだい？セレモニーといえばっていう感じなんやけどな。さあちょっと早速たぬき商店に。お？え？絹代さんじゃないの？豆ちゃんたちが無人島に引っ越すって聞いた時は心配したけど、想像してたよりええとこで安心したわ。エイブルシスターズもできるってこと？そうなんです、です。本格的に暮らし始めてまだ間もないんですが、フードさんが来てくださったり、僕たちもお店を構えることができたりして、毎日の変化が楽しいです、です、です。それは何よりやね。それはそうと、今日はうちも何か役に立てることがないかと思って様子を見に来たんよ。お店の開店祝いも兼ねて、うちら姉妹にできることがあったら、ぜひ協力させてもらいたいんやけど。お、あとの二人も来てるの？何かあるかしら？そんな、キニオさんが訪ねてくださっただけでも感謝の気持ちでいっぱいです、です。あ、でも、ん？どうしたん？この島はまだ物流が十分じゃなくて、生活に必要なものはまだまだ通販に頼りがちなんです。こうしてお店を構えたことで、既製品の家具については手に入りやすくなると思うんですが、衣類に関しては商品を仕入れるためのルートがまだ見つかっていなくて。お、今度はエイブルシスターズか。ああ、なるほど。それやったらうちらに任せようだい。今日この島を訪ねてみて、思ってたより近いことも分かったし、そうなんや。これからはちょくちょくこの島にうちらの商品を売りに来させてもらうや。あ、そういう感じ？店を構えるわけではなくて、売りに来るんや。え、いいんですか？そうしてくださると、住民の皆さんにも喜んでもらえると思います、ます。もちろん、うちらも商売させてもらえるなら、願ったり叶ったりやもの。そうと決まったら、早速家に戻って、お姉ちゃんと相談してみるわね。はーい。はーい。これからよろしくお願いします。お、どうも。今度から服も買えるようになるってことか。アイラさん、お待たせしました、した。アイラさんのおかげで、こうしてお店をオープンすることができました、ました。お店の名前は昔、たぬき社長がやっていて店の名前を譲り受けて、たぬき商店にしました。ご覧の通り、DIY では作れない市販の家具の販売と、あと、奥の戸棚では道具などの雑貨に加えて、お家用の壁紙や床板も扱っております。おー、そうなんや。今後ともぜひごひいきに。ごひいきに。あ、2匹ともついてくる感じね。なるほど、なるほど。なるほど。これ何？そちらの商品はレコードボックスでございます。ます。あ、そういうことね。お値段は2600ベルとなっておりますが、いかがでしょうか？買っちゃいます。毎度ありがとうございます。ます。2600ベル、間違いなく頂戴しました。ました。ここは別に何もないの。で、ここで壁紙とか？戸棚の商品をご覧になるんですね。必要なものがありましたら、お申し付けくださいませ。ませ。こういうのって普通さ、店員に言わんと開けれんようになっとったりとかするんじゃないん？違うん。普通に開けたけど。そう、レシピもなんかいろいろと、高飛び棒。あ、なるほどね。でも高飛び棒って壊れるんかな？よくわからんねえけど。あ、ラッピングとかもできるんや。で、こっちが、あ、一応ここでもうすでに柄とかわかるんやね。グリーンラバーのいいか。私グリーンラバーがいいかな。桃色ツートンタイルの壁。壁ね、落ち着いた茶室、オレンジ迷彩、ボロい。ボロいはちょっと嫌かな。あ、コルクフローリングがいいかな。はい、1500ベル買います。毎度ありがとうございます。ます。さ、これでちょっと、壁紙さ、マイルで交換したいかな。あの、葉っぱ柄というかなんというか。あのやつ。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。さてことで、あれよね、なんか、移住プランの、についての話がどうこうって言ったよね。たぬきち。
ちょ、話聞いとこ。あ、どうも。アイナさん、どうもどうも。何か僕に相談だらも？何でも気軽に聞いてちょうだい。何をすればいい？って聞けばいいんかな。お、例のお家の件、早速話を聞いてくれるんだもんね。それじゃあ最初の準備なんだけど、まずは島に流れる川のどこかに橋を架けたいんだらもん。三軒もお家を建てるとなると、さすがにこの周辺だけじゃ十分な土地があるか心配らしい。それに工事にしても、普段の行き来にしても、橋があればとっても楽になるからね。それで、アイナさんには橋を架けるための基礎を DIY で作って、架ける場所を探してきてほしいだもん。ふんふん。何、3箇所？はい。今、アイナさんのスマホに橋の工事キットのレシピを送っただのもん。まず橋の工事キットを作ったら、それを使って実際に橋を架ける場所を決めてきてちょうだいね。橋を架けるのは少しコツがいるから、よくわからなかったり、困った時はまた聞きに来てちょうだい。それじゃ、よろしく、だらもん。でもあれか、今までみたいになんか、こう、募金を集めて、でなんか、徐々にとかじゃなくって、もう一瞬で橋が出来上がるってこと？超いいやん。これ何？ミックスウッドの壁。そんなん作れるようになっとったっけ、私。橋の工事キット。丸太の杭？丸太の杭？ああ、丸太の杭ね。それが4つ？石も4ついる。丸太の杭板の、これか。木材が必要だわ。木材と石が必要なんか。オッケーオッケー。結構木材必要になりそう。あれ？この木から何も出てこない。へぇ！助けて。ふぅ。やめてよー。結構必要になってくるかな。違う違う違う。今ので1回分減ったかな。耐久度。これか。丸太の杭。これ一気に何個とか作れんもんなんかな。はい、丸太の杭。ちょっと待って。四つ必要ないよね。粘土と石はもう十分足りてる。丸太の杭。何個とか別にできんね。これ、ボタン連打しよったら早くなるってことかな。2個。あ、あと1つ必要や。あと1つ、木材がいる。なんかさっきからね、たぬきマイレージピカピカしよるのちょっと気になるけど。いつも間違える。でも持ったまま何もできんねやね。じゃあ、網持ったままキーすることもできんのかな？それはできるんかな？なんですって？なんですって？ちょっと待って。とりあえずちょっと蜂の巣置いとこ。さあ、これで。まあ、どうせ、丸太の杭使ってなくなるけんね。はい、完成。これで、できるはず。橋の工事キットを。これ3ついるんやっけ？これが3ついる？橋の工事キットができた。あ、違うか。なるほど、なるほど。あれはもう1回で終わりのやつってことか。なるほどね。それならよかった。とりあえずここに。はい。想像してみる。いいんじゃない？いいんじゃない？ここに決めよう。OK。おー、こういう感じなんや。橋を架ける場所を決めた新しい土地への架け橋だ。自分家からめっちゃ近い位置にね。さあ、橋のできたよ。アイナさん、どうもどうも。どうだろうも？橋の工事キットのいい設置場所は見つかったかな？設置できたよ。
おう、どうもありがとうだなもん。これで明日には橋がかかって、島内の移動がうんと楽になるだなもん。さてさて、いよいよ次はお家の準備だなもんね。また橋が完成してからでもいいから、時間がある時に何をすればいいか、聞いてちょうだいね。うん。了解です。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、ちょっと私はまたしても、島に行きたいなと思いまして、旅行券を交換してこようと思う。来た来た。マイル旅行券の発券が完了しました。ご旅行の際はこちらをお持ちの上、アイナ飛行場よりご出発くださいませ。よし。他にも交換いたしますか？いや、大丈夫です。ご利用ありがとうございました。あ、また新しい島や。え、かわいい。え、なんかめっちゃかわいくない？なんかすごい花咲いとんやけど。え、超かわいい。ちょっと待って、写真撮るわ、私。え、めっちゃかわいくない？いいね、いいね。お、君は誰だい？サブレ。わ、この島に僕以外の人がいる。なんだ、君も遊びに来てるのか。はじめまして。僕、サブレ。君はアイラ島から来たアイラくんだね。まさかこんなところでお友達ができるなんて思わなかったよ。仲良くしてね、ダヒヒン。ヒヒン。お？あ、こういうところにもメッセージボトルあるんや。へぇー。自分とこの島にしかないんかと思った。そこのラッキーなお前。この前売れたてしてたらうっかり寝落ちしちゃってさ。夢の中でこんな DIY ができたんだ。はっきり言ってすげえ自信作だから、このそこそを誰かに教えたいんだ。騙されたと思って作ってみてくれ。ひらめきの天才、チャンプより。え、夢の中で夢の中とかなんか何でもありな感じやけんさ。養蜂箱？養蜂？あ、蜂？え、蜂蜜作れるんやない？そういうことじゃない？ふんふん。養蜂箱のレシピを覚えた。え、そういうことじゃない？養蜂箱の中にさ、蜂の巣入れとったら蜂蜜できるんやないん？まさかの。え、どうしよっかな、サブレ。勧誘しようかな。でもな。なんかね、最初、このなんか、集まりでは、その、島に連れてきた住人を、なんかこう、立ち退かせるのが難しいみたいなの聞いたけんさ、だけんなんか慎重に住人厳選した方がいいな、とかってつぶやいてる人がおって。で、まあ、島に、10人までしか住めんみたいやし、お、蜂が飛び寄る。捕まえたい。網持ってなかったよね。作ろう。木の枝拾って作ろう。じゃあ、あと1本どっかに落ちてない？ないな。待って蜂！は、蜂！待って、逃げる場所ないんや、ここ。逃げる場所ないから、ああ！やられ。ああ、目の前で。蜂に刺されちゃった。いてて。ああ、顔がひどいことに。お、これは、モルフォじゃない？違う？ちょっと待って。は。イエーイ。ん、これは、カラスアゲハやった。カラスアゲハを捕まえた。真っ暗闇なら見えないかも。イエーイ。新たな生物ゲットー。ちっこいのがかかってくれてもいいけど、でかいの逃げた。ん？オタマジャクシ？オタマジャクシを釣り上げた。カエルの子はオタマジャクシ。そう、カエルの子はカエルではないのだよ。お。来たー。ん？これは鈴木じゃない？違う？恋やった。かっこいい。何かがかかった。オタマジャクシじゃねえか。ってことで、あ、いっぱいやね。もういっぱいいっぱいやけん。じゃ、帰りますか。また可愛い子がおったら勧誘しよっと。帰ります。ちょっと蜂に刺された顔で申し訳ないけど。あ、そうそう、金鉱石を売り払って、ちょっと薬をもらいたいです、私。はい、お薬。あ、でもこの顔で住民に話しかけて、ちょっと反応も見たいけん、それからにしよう、飲むのは。あ、そっか、持ち物いっぱいや。ちょ、待って、売らせて。
あ、そうそう、大事なことをお伝えし忘れてました。何？商店のオープンに合わせて新しく3つのサービスを開始したんです。1つ目は株の買い取りサービスです。株の行商の方が島に来られるそうなので、それと合わせて取り扱いを開始しました。株は毎日午前と午後に買い取り価格が変動しますので、その時の株価は直接お尋ねください。なお、行商の方が来られる日曜は株の買い取りはお休みですので、その点もご注意くださいませ。2つ目は高額買い取りサービスです。あ、ちゃんとあるんやそれ。日替わりの対象アイテムをお持ちくだされば、通常の倍の価格で買い取らせていただきます。なお、その日の高額買い取り品は、お店の前の看板をチェックいただくか、直接お尋ねくださいませ。最後は、お店の前に設置しました、買い取りボックスです。こちらは、お急ぎの時や営業時間外にお振り込みにて、商品を買い取るサービスとなっております。手数料の分、買い取り価格が下がるのと、株の買い取りや高額買い取りサービスには対応しておりませんので、ご注意くださいませ。以上になります。すみません、すっかり説明が長くなってしまいましたが、今回はどんなご用でしょうか。買い取って。買い取りでございますね。では、お利用いただけるものをお産みつくださいませ。ませー。いろいろお持ちくださったんですね。では計算しますと。はい、では合計11,120ベルでの買い取りでいかがでしょうか。売っちゃいます。ありがとうございました。ました。またいつでもお気軽にご利用くださいませ。ませ。ってことで薬をくださいな。さあ、誰かその辺を歩いているかい？くるぶしがおるな。くるぶしに話しかけてみようじゃ。やっほ。お前。イメチェンするにしてもちょっとギャップがすごくないか？実際。ああ。それ、蜂にやられたのか。あいにく今は薬を持ってないけど、その辺に取れる材料で簡単に作れるから、レシピを教えてやるぞ。え、マジで？作れるんかい。その腫れた顔でもっかい刺されたら、絶対気を失っちゃうから、薬は持ち歩いて置いた方がいいぞ。ありがとう。レシピもらっちゃったよ。ん？あ、これは養蜂箱。蜂の巣3つもいるの、マジで。こっちか。まだ覚えてない。お薬。ふんふん。お薬のレシピを覚えた。なんか、あれやね。いろんな条件で、いろんなレシピを思いついたりとか、ゲットしたりできるわけやね。すご。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。初めて雨が降りよる。ん？待って。なんか露天みたいな出しとんやけど。皆さん、たぬきしたらも、ただいま2020年3月24日火曜日の午後2時46分なんだもん。さて、本日のニュースは。じゃじゃーん。ついに本日、アイナ島に博物館がオープンしただなもん。それもそうやけど、ちょっと絹代さんに触れてあげて。虫、魚、化石、それぞれの展示室があるとっても立派な博物館なんだもん。館長の風太さんによると、展示品の寄贈や化石の鑑定は24時間いつでも大歓迎とのこと。入館料も無料だから、いつでもお気軽にどうぞなんだもん。てか思うんやけどこれさ、博物館とか水族館とか、入館料無料ってめっちゃすごくない？現実にやってほしいんやけどそんなん。ちなみに今回も記念のセレモニーを開催させてもらうだなもん。時間と興味がある人は案内所まで参加の申し込みに来てくださいね。それじゃ、今日も良いアイナ暮らしを。キニオさんには全く触れないのね。めっちゃ雨降りよる。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。あ、花咲いたね。何やったっけ、ヒヤシンスやったっけ。咲いた咲いた、やった。オープンした。あ、すごい。これや、博物館立派やね。よし、入っていこう。うわ、すごー。え、やばくない？今までと全然違うやん。何この感じ。へえ、すごーい。なんか、外と別世界すぎん？別世界すぎん、ちょっと、ふうたくん。んぐご。は。おば、申し訳ない。私、夜型のもので、昼間はどうも眠たくて。おっと、それより。ほほ、これはこれはアイナさん。いかがですか？この立派な姿。ついに本日、アイナ博物館がオープンいたしました。それもこれもアイナさんの寄贈のご協力があってのこと。
改めてお礼を言わせていただきます。簡単にカンナに説明をさせていただきますと、左右と地下それぞれの入り口はこれまでに寄贈されたコレクションの展示室へつながっております。そうそう、それから皆さんにより快適にご利用いただけるよう、今後は寄贈の際に1点ずつではなく複数種類まとめてのお預かりもいたします。あ、これからはちゃんとそうしてくれるんやね。それと詳しくお知りになりたい化石や魚をお持ちいただいて、あと一応虫もおまけ、これって何とお尋ねくださればいつでも解説させていただいてますので、気軽にご相談ください。ではぜひとも自慢のコレクションをご覧になっていてくださいね。あの、早速ちょっと寄贈がしたいんですが、ここお手伝いできることがあれば何なりとおっしゃってください。寄贈します。とりあえず虫と魚があるんかな。はい、この三つでお願いします。わ、まとめてお持ちくださったんですね。どれどれ。はい、ではありがたく納めさせていただきます。あ、わざわざ取り出していただかなくて結構ですよ。こちらで勝手に引き取りますので、他に何かお手伝いできることはございますでしょうか。いや、大丈夫、間に合ってます。そうですか、では自由にご見学ください。ってことで、まずちょっと虫、なんかキラキラしよるね。何このキラキラ、何が飛びよん。なんか至るところで何かが飛びよんやけど、あ、すごい、なんかめっちゃ立体的な感じやんね。すごくない、なんか、ちょっと待って、超興奮するんやけど。やば、見てこれ見てこれ。あ、虫だけじゃなくて魚も一緒、下に泳ぎよりよ、あれ濃いじゃない。すごい、ほら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 、こういう感じで、アゲハチョウも飛び寄るし。虫と魚同じ感じ？うわ、すごいな。すごいな、なんか。なんかあれ、蜜みたいなの貼っとる？へぇー。こっちは？ここは？なにここ？虫？虫かな、ここは。今のところはまあまだ何も入れられてはないけど、なんか土ばっかりやね。何土。あ、びっくりした。蝶と、これは何？サナギ？へえ、気持ち悪い。なんでこれだけここに展示されとんやろ。なんか他と違うんかな。なんかすごい。てか、ちょっとさ、ちょっとなんかルイージマンションっぽくない？さあ、それじゃあ、虫と魚。あ、でも、でっかい水槽とかも多分あるんよね。ってことは、まあ一緒に展示されとるやつと別のがあるってことかな。はい、こっちが化石。化石は地下なんやね。なにこれ、なんか、床にめっちゃ模様みたいなのが。この辺のって、寄贈した化石？違うよね。この辺のは元々のやつか。こっちの台の上に乗るんかな。だってこんなクラゲの化石とか私渡してないもんね。あ、恐竜のマーク。あ、これ、あれか、足元は何かしら案内が書いてあるんよね。まあ、日本語じゃないけんちょっとわからんけど。まだまだ体の一部しかない。ほら、なんか今にもさ、動いて襲ってきそうじゃない？ルイージマンションにこんな場所あってやん、なんか。すごいなぁ。上から見ても圧巻そうな感じ。なんか右側に行ける場所あったよね。ん？何これ？壁やった。壁やった。今のところまあ、まだまだ全然よくわからん感じやけど、こっちなんなんやろ。これなんかさ、動物たちのシルエットじゃない？ほら、カンガルーとかゾウとかさ、猫とか。なにここ。なんかすごい。ほら、こっちはなんか、猿とか、ネズミとか、ウサギとかいろいろ。そしてここに私。ここに座れるんかな？座れんのかと思った一瞬。これ横向きに座れるのもいいよね。
はい、それじゃあ、なんだこれ。ラフレシアか何かか？なんかすごい不気味な感じ。それじゃあちょっと、魚の方に行ってみよう、展示。はい、魚、魚。おー。いいね、いいね。あ、泳ぎよる、泳ぎよる。何かしらの魚が。何かしら。すごいなんか立体的やし、超広いね。なんか、広いし、あの前の飛び盛りの時に比べて、なんか、なんていうん？展示方法が、より一層現実的になった？リアルな感じに。めっちゃいろんな展示方法があるやん。こういう上から見る感じとか。あ、すごい！穴の中からも見れるんや。あ、泳ぎよる、泳ぎよる、ほら。いいね。あ、こういうところもなんか可愛い。こういうのあるよね、実際に。あ、前に進んでいける。え、やばくない？ここ。ここに多分サメとかがやってくるんやろうなって思うけど。絶対圧巻やね。素晴らしい。そして下にも展示する場所が。あ、すごい。なんか方向が変わるんやね。へえ。なんか旅行とかで私結構水族館とか行くことも多いんやけど。だって本当にこんな感じやもんね。はぁ、素晴らしすぎた。でもあっちもすごいけど私結構ここの雰囲気好きなんやけど。わかる？なんか、いい感じじゃない？いやー、まだ大して展示がないのに満足なんだけど。さあ、それじゃあちょっと絹代さんの方に行って買い物もしたいんよね。やっほー、絹代さん。いらっしゃいませ。あら、この間お店ですれ違った人よね。改めまして、うち絹代って言います。もめちゃんやつぶちゃん、たぬきちさんとは昔からの知り合いなんよ。今回そのご縁もあって、こうしたエナ島に服やなんかを売りに来させてもらおうてます。ゆくゆくはこの島にお店を出せたらええなとも思ってるんですけど、まずはお客さんを作らんことにはね。あ、じゃあそのうちちゃんと店舗構えるんかな。てか、この雨の中、絶対服びしょびしょやろ、それ。不定期ではありますけど、周囲に何度か寄らせてもらいますんで、今後ともよろしくお願いしますね。せよ、せっかくやし、よかったら今日の商品を見てってもらえませんか？見ます。曜日とかも決まってないんかな。大きに。ほな、今日の商品はこちらになります。あ、ちゃんとこういう感じで見せてくれるんや。てか、服かわいいな。え、だいぶかわいいな。なんだこのハートのエプロン、超かわいいんですけど。ワークシャツ、ギンガムチェックのスカート。え、でも私どうしよう。ジャンパースカートかわいい。てか、この色味かわいい。2000ベル結構するね。買います。買うんかいって感じやけど。あれ何？一番右の靴？靴かな？他にも何か見ていきます？もちろん、文字キャップも可愛い。フットカバー。トレッキングシューズ。とりあえず文字キャップを560ベル買います。はいはーい。その場で着るみたいなのはなくなったんやね。大きに。他にも何か見ていきます？なんか一応さ、試着みたいなのにさせてくれたらいいのにね。いかがでしたか？毎回なるべく違う商品を持ってくるつもりやし、また来てちょうだいね。飽きないに来る日は朝一番から来て、夜も10時頃までは頑張るつもりなんで、今後ともご贔屓に。すごいね、めっちゃ頑張るね。ちょ、着替えます私。ジャンパースカート。あ、超可愛い。カラフル、いいね。文字キャップ。私めっちゃ好き。この感じめっちゃ好き。え、可愛くない？え、超可愛くない？ちょ、並ぼう。く、正面には来てくれね。めっちゃ可愛い。超満足。あ、セレモニーしよう、セレモニー。着替えたことやし。もうすでにね、博物館の中には入ったけれども。アイナさん、どうもどうも。何か僕に相談だらも？何でも気軽に聞いてちょうだい。セレモニーに参加したい。お、アイナさん、セレモニーへの参加をご希望なんだもん。なんと今は複数のセレモニーを開催できるとってもおめでたいタイミングなんだもん。
お？あ、まとめてやってくれるん。今回はどのセレモニーに参加したいだもん？あ、そういうことね。そういうことね。じゃあ博物館で。はいはい。じゃあ早速始めるから会場にご案内します。まとめてくれたらいいんやけどね。雨の中。それでは、ただいまより博物館の完成セレモニーを取り行います。ふうたくん意外とかっこいい傘なんやね。直気が邪魔だな。ありがったらも。本当に何もない無人島だったアイナ島だけど、皆さんのおかげでだんだん盛り上がりつつあるだらも。今回は完成した博物館を運営してくれるふうたさんに挨拶してもらうだらも。ではふうたさん、一言お願いするだらも。アイナ島の皆様、ご紹介に預かりました、ふうたと申します。このような立派な博物館をオープンすることができ、感無量でございます。それも皆様のご協力があってこそ、この島の豊かな生態系を生かした魅力あふれる博物館を目指して運営してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。いいね、いいね。ふうたさん、どうもありがとうだらも。次に博物館の建設に多大な貢献をしてくれたアイナさんに、島民を代表して一言いただきたいだも。それではアイナさん、一言お願いするだらも。やったね。イエーイ。うんうん、本当にその通りだらも。アイナさん、どうもありがとうだも。では皆さん、最後にあれの準備をお願いするだらも。あと記念写真を撮りたい人はシャッターチャンスにボタンを押すのを忘れなく。うん。博物館完成のお祝いと僕らのアイナ島のますますの発展を願いましてよー。いいね。ありがとうございました。なんかいつもハンナちゃんちょっと離れたところにおるんよね。これにて今回のセレモニーは閉会となります。皆さん気をつけてお帰りください。え、めっちゃ良かった。博物館超満足。さあということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。